こんにちは、熱です。本日も水曜日の島端っていうことでツイートした通り島端活動に行ってきました。で、今日見た広告は新作でカゴバッグと倉敷ハンプのバッグでございます。で、今回はその倉敷ハンプのバッグをねちょっと目当てで行ったんだけど、これはねマジで衝撃的すぎるすっごいものを見つけたので、多分ねこれはみんな喜んでくれると思う。というわけで本日も活動報告をやっていこうと思います。それではスタート。で、買ってきたのがこちら、デュルーン。てかさ、今日買い物行った時になんかいつもよりね店員さんが少ないような気がして、普段だったらねもうちょっと何人かいるイメージなんだよね。なんかねそんな少ない日あるんだっていうの初めて知ったわ。で、そんな中買ってきたのが、で、まず1個目はこちら。あ、今回もちゃんと袋に入れてくれてる。ででん、こちらがメンソレータルのウォーターリップ無香料でございます。よくさ、こういうリップとかって見かけるんだけど、このちょっといいやつ、ちょっとなんかグレードの高いやつってそれなりのお値段するじゃん。なのにこれね今回税込み209円なんだよね。ってことは税抜き190円、ありえんくない？これ普通のリップより実はめちゃめちゃ効くし、普通のメンソレータムのね俺の中では 2.5 倍ぐらい効く。結構さ、マスクとかで唇カサカサになっちゃうじゃん。もうそういう時にこれはマジで必需品。ちょっとお金出してでも高めのリップの方が俺はいいかなと思います。いやでもね、ほんとにマスクの時間長いからもう唇が荒れてしょうがないんだよね。マジでやばい。あー、やっぱこれいいわ。ほんとにすぐに潤うこの感じがめちゃめちゃ良き。で、次がこれはもうマジですごい。もう見つけた瞬間で手と目が震えるぐらい。目が震えるってどんなかわかんないけど。で、お次はちょっと待って、これ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 、こちら。そう、もうねこのね、ハンサムボーイ、ハンギョドングッズシリーズでございます。いやもうね、なかなかないなかなかないって思ってたけど、もうついに見つけたわけよ。ついについに見つけて買ったハンギョドンが、そう、このハンギョドン軍艦ではなく、そう、こちらついにマジで見つけた。あ、ちゃんと袋入れてくれてます。じゃじゃじゃーん、こちらハンギョドンのお財布。これはマジでやばいでしょ。いやマジでさ、もうこれかわいすぎ。もうね、普通にお財布いいのないかなと思ってお財布のコーナー見てたんですけど、なんか今回ちょっとねあんまりキャラものがなくて、で、奥の方までなんかいいのないかなとかってこう探してたんですよ。で、一個一個ねこうやってちょっと分けて分けて見てたら、もう奥からさ青緑のものが見えて、え、もしかしてハンギョドンって思ってみたら、っていう沈黙の驚きがもうお互いに起きたよね。ほら見て、これもうめちゃめちゃテンション上がらない。しかもハンギョドンもいろんなパティーンがいるし、このタコがまたいいんだよね。ちなみにこのタコさんはさゆりちゃんって言います。おお、さゆりって言ってそう。で、ちなみにこちらのお値段がなんと979円でございます。しかもこのタグがめっちゃ嬉しいよね。で、裏側はこんな感じでここに、ね、カードが入るようになってるんだよね。スイカ入れるのにちょうど良さそう。で、これね、ガマ口のコインケースがついてて、開けてみると、ほら、めちゃめちゃ作りがしっかりしてるし、ブラックとゴールドっていうのが密かに高級感あるところも高見えポイントでいいよね。しかも見て、ウレタンスポンジ。で、これ蛇腹調になって開けやすいし、見てこれ、真ん中に密かにポケットがある。これ良くない？ちょっとハンギョドンのポストカードとか入れたよね。あ、これ入るかも。いや、っていうかサイズちょうどやし。で、今度はね、こっちどんな感じになってるんだろう。開けて、おわ、紙入ってる。おー、しか見て、サンリオじゃなくてちゃんとハンギョドンって書いてある。めちゃめちゃこれ嬉しくない？なんかハンギョドンっていうブランドみたいで俺は良き。で、紙ついてるから紙取るとまたハンギョドンいるわ。ようこそハンギョドンワールドへ。ハンギョドンを探せ。これ開けてみると、おお、逆だった。こっち予想以上にね、カードがめちゃめちゃ入る。1個2個3個4個5個全部でね6枚入るよ。しかもこっち見て、こっちにもカード入れあるし、こっちにも入るわ。この後ろもしかしてここも入ります。で、視聴者さんからハンギョドンのトイレットペーパーホルダー見つけましたよっていうコメントいただいて、それ俺も欲しいって思ってさ、今日もねちょっと見てみたんだけど、やっぱさなくて、結構ねそこのコーナー前からちょこちょこ見てたんだけど全然ないからさ、俺が言ってる点もしかしたらハンギョドン好き多いのかもしれない。ちなみにサンリオの中間発表出てたけど、ハンギョドン10位以内にも入ってませんでした。まあこれからよ、ハンギョドンも俺も、もうこの旅にみんなに乗っていこうぜ。ハンギョドン宇宙の旅へ参りましょう。あ、俺乗せて俺乗せて俺乗せて。で、最近さ、昨日収納動画を出して、で、なんか他にねお家でできることないかなと思ってさ考えてたら、あ、そういえばスイート紹介してないじゃんと思って、これ、でーん、
実はね、もうこれ買ってました。で、せっかくだからこの間のミニのスヌーピーの保冷バッグの動画出した時にピクニック動画をしてほしいっていう声もあったので、おうちピクニックをね、ちょっと家でお弁当とか作ってしようかと思うんだけど、みんなどう思う？まあライブ配信とかでもいいんだけど、まあなんせさ、一人暮らしで寂しいしね。まあよかったらみんなコメントください。じゃあお次がラストです。ラストはね、もう新作よ、最新作。それがこちら、お目当てのジェレーン、こちら倉敷ハンプの 2way トートバッグでございます。いや皆さん見てこれ、めっちゃこれ可愛くない？なんか買いに行った時に赤とあと緑と白と黒と青とあったんですけど、今回はねこの赤がねちょっとおしゃれだなと思って、ちょっとねこれにしました。で、赤と青以外は普通のトートバッグで、今日買ったこちらの赤ともう一個の青は 2way ショルダーバッグになってます。ほら、この黒と白の感じが倉敷感を出してるよね。で、そんなこちらの倉敷ハンプのお値段がなんとこちら2970円となっております。税抜きだと2700円で、このね、倉敷ハンプ、名前は結構聞いてたんですよ。もうね、東京駅の前にある切手の中にも一時期倉敷店みたいなのがあって、その時にもね、確か倉敷ハンプってあったし、実際ね、俺倉敷美観地区にも何回か行ったことあるんで、本当にちょっとね、馴染みがあるんですよね。で、結構ね、イメージ的にはまあ4000円、5000円ぐらいから1万5000円とか、ちょっと2万円近くまでが相場って感じなんだけど、これだけさ、クオリティが高くて、ちょっと島村さんの中だったらまあ3000円って高いかなって思ったんだけど、倉敷ハンプで考えれば買いどっかなって思いました。で、買っちゃったわけなんだけど、これね、作りもいいわけよ。で、まずね、表がこんな感じで、見て、このビスケットが乗ったかのごとく、このね、ロゴがマジでおしゃれだし、ちょっと分厚めだから、ほら立体感があって見えるのもいいよね。しかもちゃんと型押しされてる。で、裏にするとこんな感じで、これ横のとこがね、見てこれ、上の方からほらサイドポケットがあって、こんなに長いサイドポケットあんまりなくない？ほぼほぼこんなに上からのサイドポケットって俺あんま見たことない。で、素材はね、これキャンバス調になってて、ほら街がねすごく広い。しかも安定性も何も入れなくてもめちゃめちゃいい。で、持ち合うところもほらこんな感じでキャンバス調になってて、このね、外のとこ、これね、外ポケットかなって思ったんだけど、外ポケットじゃないみたい。で、この上のとこにはほら、このね、スナップボタンの出っ張りの方みたいなのがついてるんだけど、これね、裏も表もどっちも出っ張ってる方なんだよね。で、中を見ていこうと思うんですけど、あ、ここ真ん中のところにほら、ちょっとね、高級なマグネットボタンついてそう。やべん、はい、めちゃめちゃ雪です。じゃあ中見てみましょう。オープン、ディリリリリー。おー、あ、めっちゃこれなんかおしゃれじゃない？で、中はね、ほら、こんな感じで、サイドのところはね、内側が、ポリエステル調で、これね、ブラウンになってる。で、その上には、こんな感じでストラップつけるとこがあって、上から見るとね、スクエア型になってて、すごく使いやすそう。俺は、基本的に、スクエア型、めちゃめちゃ好きなんで。で、さっき、外ポケットかなって言ったところ、反対側でほら、内ポケットがね、ちゃんと大きいのがついてる。なんかこのポケット、すごいしっかりしてるし。で、これね、反対にするとほら見て、これ倉敷キャンバスっていうロゴと、ここにね、クリーム色のレザー調のチャームがついてるんだよね。では、こちらも開けてみましょう。本日のオープン、はい、めっちゃスムーズで、中見てみると、いたわ、シルクレイノーマルブラックバージョン、シルクレイブラックノーマルバージョン2個目、そして最後は何かの検査さんで、ストラップなんだけど赤いのついてるし、何よりも素材がめちゃめちゃ過去一でしっかりしてて、これ安心感やばいと思う。なんかこれやばい、めっちゃしっかりしてる。で、ストラップつけるとこんな感じで、あ、見て、この赤とこのブラウンってめちゃめちゃおしゃれだね。もちろんね、この赤だけの手持ちも可愛いんだけど、これめっちゃおしゃれだし、長さ調節もできるから、長さを長くすればほら、メンズでもめちゃめちゃ超余裕。服装とも合わせやすいし、これ全然レディース限定にしなくてもよくない？普通にこれでお買い物に行ってきます。いや、ハンギョドンに乗車しよう。ただいま出発します。おー、待て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 、実は水曜日の島本活動報告でございました。まさか水曜日にハンギョドンをゲットするとは。いや、マジでびっくりするよね。もう予定外のもう嬉しい誤算で、どうやら倉敷ハンプさんも結構ね、サンリオコラボしてたみたいで、もしね、そのコラボまた始まったら、ぜひともその時はハンギョドンさんでお願いします。皆さんもぜひとも島畑活動行った人はコメント欄にて教えてください。最近ハンギョドンが好きになってきましたっていう声とかいただいてめっちゃ嬉しい。いや、もう皆さんもこの調子でどんどんハンギョドンに染まっていきましょう。こちらの水曜日の島畑活動報告動画が良いと思ってくれた方は、高評価とグッドボタン、チャンネル登録をぜひとも皆様よろしくお願いいたします。それではまた皆様お会いいたしましょう。バイバイ。ハンギョドンのお財布どうやって使おうかな。この間収納した財布も大量にあるしな。もはやコレクション。お財布の収納動画はこちらから見れるので、よかったら見てください。